はい、今日のですね、受講生へのおすすめの1冊は、まあ、上下巻なんで2冊なんですけどね、吉村明著、長英逃亡と、まあ、歴史小説なんですけど、これは私が書かせてもらった自分の著書にもですね、まあ、ご紹介させていただいている本なんですけど、まあ歴史小説といえばですね、私は若い時は司馬太郎さんの、まあ、特に幕末の時代のですね、坂本龍馬、龍馬がよく、ね、西郷さん、徳川と、ね、高杉晋作、世に住む日々とかですね、まあ、いろいろ読ませてもらったんですけど、で私のようなですね、まあ、不勉強なものが大作家先生を評価するのも、まあ、なんだと思うんですけども、この吉村明さんは結構私最近出会ったんですけど、出会ったというか本と出会ったんですけど、比較的最近ですね、もうね、司馬太郎さんをしのぐ、もうそんな作家さんであり作品やなっていうのを本当に思うわけです。で、何かっていうとですね、もう、まあ、これ江戸時代の、まあ、高野長英さんっていうね、もう本当に江戸時代、その時代日本で、屈指のね、蘭学の先生、まあ、お医者さんなんですけども、すごい能力を持った方で、で、まあ、うん、まあ、ある、まあ、この時代によくあったんですけども、濡れ衣を着せられて、こう投獄されて、で、まあ、あるちょっと大胆な手を使って脱獄するわけなんですけど、そこからこう逃亡劇が始まっていくわけなんですけども、いろんな人にこう助けられ、日本中をこう、まあ、旅というか、まあ、隠れて逃げながらですね、家族を思い、国のことを思いですね、旅をしていくわけなんですけど、もういろんな情景であったり、この長英の前に立っている人物であったり、なんかね、もうあったかもそこに自分がね、その時代のその場所にいるかのような読み入っているとですね、もう錯覚してしまうぐらいの、ものすごいやっぱり情景描写、ここに写真が載ってるわけでもなく、文字なんでね、もちろんが、ここまで、人のこうイマジネーションというか、そこにこういざなっていく力をですね、持っているんかっていうぐらい本当にこう感動します。やっぱりこういう小説、素晴らしい小説作品っていうのは、やっぱりそういうこう、イマジネーションの力というかね、想像力というか、まあ、なんていうかな、その情景をね、非常にこうリアルに表現してくれる、そういったまあ、文章の中からですね、自分自身のね、そういうこうイマジネーションみたいな力も非常にこう養ってくれる本じゃないかなと思います。ちょっとまあ、この小説の自体のね、細かな解説はなかなか短い時間ではできないんですけども、素晴らしい歴史小説にはそんな力があるなっていうふうに思わせてくれる本です。素晴らしい、何とも涙ポロポロこぼしながら読ませてもらっている、まあ、1冊というか2冊でございます。